どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございますけど、こんにちは。すっかり寒くなったというか、寒い、相変わらず秋はないな。そうだな、ほんまになかったな。すぐ冬、もう真冬だよほとんど。クリスマスぐらいの寒さでしたからね、11月のもう半ば過ぎぐらいから。そうですね、なんかめっちゃ寒いですからね。いますね、12月波のみたいな。まあ相変わらずそうなんだよ、波の、いついつ波のしかないから、結局その時には全然ないんですけどね。またなんかあったかくなるんですかね。うん、まあでも知れてるでしょ、あったかい日があるでしょうけど、まあ、そうか、うん、12月になるもんな、もう冬になりますんでね。皆さんも風邪ひかないように気をつけてほしいんですけど、なんか面白い話とかね、面白いこととか、はい、まあ面白いネタとかいろいろありますけど、うん、結局その場でこう共有してる時が一番面白いみたいなことあるじゃないですか。その場のノリとかね、その場のノリとか空気感とか、それをね、10分の1も伝わらない時ありますよね。そう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 、なんかでエピソードトークしようと思ったらね、まあそれをね、いかに伝えるかみたいなことってあるし、そうしなきゃいけないけど、どうしてもそういうことができないような話もあるじゃないですか、うん、もうその場にいなきゃ、別それを物を見なきゃとかに限らず、なんとなくの空気感とかで、あるある、なんであんなん時笑ったんだろうとかの、うん、ね、だけどその違う人が喋ったらもう一つも面白いなかったりするわけだけど、いや、なんならもっと同じメンバーで集まって同じ場所で話したって、もうあの時の面白さはないぐらいの時あるでしょ。あるある。まあそういう話にちょっとなるんですけど、ね、もう腹抱えるぐらい笑ったことがあって、だからそれをいろいろ考えても絶対にうまく伝えられないような話があるんですよ。そういうのってもう諦めるしかないけど、お前は挑むんだな。ちょっとそれに今日頑張って挑戦してみたいというか、ただ分かってほしいな、今これ聞いて、想像してほしい、もうみんなの想像で笑ってもらうしかないというか、想像で楽しんでもらうしかない。想像はできるんだよな、その人の熱量とか。そう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 、だからいや面白かったのは分かるけどっていう、そうのにせいぜいとどまる。そうそうそう、でもそういう15分ぐらいになると思いますけど。15分もしゃべる。いや分かんないですけど、いや分かんない、オープニング大体そんぐらいしか分かんないけどね最近な、まあ、5分ぐらいしゃべるか分かんないですけど。アスリートじゃな、お前も。いや別にアスリートではないわ。剣士じゃな。いや、なんかでも本当に戦士じゃな。どれにするんだよ全然違うじゃないか、アスリートから戦士だったらもうね、太田上田っていう、爆笑問題の太田さんとクリームシチューの上田さんがやられてる番組、うん、まあ僕も見学行かせていただいてね、毎回時々こう出させていただいたりしてるんですけど、うん、まあ、めちゃくちゃ面白い番組なんでね、うん、アプリとかでも見れますからぜひ見てほしいんですけど、うん、見てますよ毎週。それ終わってね、うん、太田さんと上田さんと僕と、うんうん、上田さんの後輩、同じ事務所の後輩のハマロンさんと、うんうん、マネージャーさんとかで、うん、食事、もうそれくらいの少人数で、うん、食事をね、うん、したことがあって、ええメンツだよな。やけ、歯の話の時もそうだろ、その、うん、その時の話なんだよ、その歯の時の話なんですけど、それでその話はしたか、その僕がね、そうそう、喋ったらちょうど番組やっててみたいな、うん、した僕が歯の矯正してるの番組、メイのザ太鼓版がちょうど僕の真後ろのテレビでやって、それを上田さんが見て、うん、いやお前出てんじゃねえかみたいな、うん、なってね、うん、その話はぐちラジか、まあぐちラジかなんかでしたと思うんですけど、しました、しました。そっからね、うん、そうなんですよ、僕歯直しててみたいな話になったら、うん、歯がねこう二重にあってて、え、なんでそんななってんのみたいな、上田さんとか言われて、うん、いや多分顎が、顔が細くて顎がちっちゃいから後ろにこう歯が来ちゃってて二重になってるんで、うん、まあそれを直すんですみたいな話して、うん、それ以前ね、太田さんに相談した時に、うん、歯直すんですけどどうですかねみたいな、喋りづらくなったりとかそういうのもあるんですかね。まあ太田さんもね、喉を手術してますからね、やったり、まあ、歯もいろいろ治療されたりはしてますから、うん、聞いたら時に、もうふざけて太田さんが、うん、いやその顔が細くて歯がに二重になってんだから、それを直すよりお前まず顔真っ二つに切って広げりゃいいんだよみたいなことを言ってた時あったでしょ言おうたな。で広そこう切って広げろみたいなことを言ってて、うん、でまたその食事してる時もそのことを太田さんが言い出したんですよ、うん、いやでこいつこう言ってるけどそうじゃなくて顔を真っ二つに切って広げりゃいいんだよみたいな、うん、そうしたらね歯が収まるんだからみたいなことです、うん、って言い出して、そしたらその上田さんもその悪ノリというか乗っかって、うん、おいいじゃんそれみたいな、うん、江口くんそうしないよ、顔真っ二つにすりゃいいんだよって、うん、いやいやその顔真っ二つってどういうでわけわかんないし、うん、まずこの切った断面の中な内側どうなってんだよって話です、その、うん、内側が気持ち悪いじゃねえかよっていう、うん、なんかどういうことってなって、いやまあいいじゃんそれ広げりゃいいんだから、どうする、まあ1センチぐらいにしとくかみたいな、うん、いや1センチだとしてもこうなんか集合写真撮ってもね後ろが透けてるわけでしょ、だからなんかそれ想像したらもう気持ち悪いじゃないですか、だからちょっと分かんない、遠巻きには分かんないよ、でもよく見るとあれここ後ろ映ってるぞみたいな、
ことになるでしょ。そもそも今の医療で無理だけどな。そうそうそう、そういうのもあるけどいろいろ話して、うん、でまずその間に蚊とか入って蚊に刺されたらどうすんだとか、その痒いしみたいな話をしてたんですよ、うん、したらだんだんそのなんか話もいろいろ飛躍してって、うん、なんだかもうね細かい詳細はされましたけど、いつの間にか最初確かに1センチとかどうするかぐらい話、1ミリだとか話だったのに、いつの間にか気がついたらもうめちゃくちゃ広がってて、そのなんかあの2メートルぐらいになってます、顔が広がって。その間どうなってんだったら棒でこう繋いでこう両端に顔があればいいんだよみたいな、半々のもうその半々の顔がで間棒でこう繋げばいいんだよみたいな。いやわけわかんないですから、ハンガーラックみたいなって。そうまさにそうなんだ、ハンガーラックみたいになるし、いいどういうことなんですかって話して、いやいいことばっかりあるぞお前、それ考えてみと、その上田さんが、あの今の歯の状態で、うん、あのこのまま別に飯も食えないような生活するか、あの顔を真っ二つにして裕福になるか、お前どっちがいいんだよみたいなって、うん、いやそれは裕福の方がいいけどって言ってくる。まずなんで裕福になるかも全然わかんないその顔真っ二つしたらなんで裕福なんだよ、多分売れんねん。そうで売れないじゃないですかって。いや売れるとかじゃなくて、だって考えてみ、それでお前例えば顔がだってそんな真っ二つになってんだから、選挙に立候補して、あの選挙の立候補のあの掲示板にこう端から端までこうお前一人でぶち抜けるんだから、お前一人で9議席取れるんだぞみたいな話になって、いや取れんよ。そう議席ってそういうことじゃねえしいやなんで9議席で、結構もうその場のノリだから、それこそね9議席取ってみたいな話だけど、まあ分かるよ、その広げて1から9、1と9は分かるよ、顔ですからね、言っても半分とはね。で2から8に誰が投票するんだよって、その2から8棒じゃけんな、ただの棒なんだよ、もうわけわかんないでしょ、うん、いやでもまあまあその比例代表とかでさとか、そのなんかいろいろあって選挙に移行していったんだよ。いつの間にかもう選挙に出るってことは誰も疑ってないんだよ、その場ではね、うん、もうそのそこはもうクリアそこクリアして、うん、でいやいいけど28きついわみたいな色々話して、うん、じゃあ分かった、あの一応可動式にはできるっていうことになって、その、うん、あの1級に別にしてなくてもまあどこでもこう動かせはできると、まあ気持ち悪いわ、そう気持ち悪いよ想像したらね、グググッと動かしてこうどの位置、お前どこでどのノギスみたいなと、まあだからノギスみたいなノギスじゃん。いやノギスではない、そのなんて言うんですかね、イギスじゃん。だから違うよ、もういいよいいよ、井口のいいよ、入れなくてもわざわざでもまあぐるぐるこうなんていうんですかね、動かせるわけですよ、まあね。だから1級じゃなくてもいいって言って、お前どうするって言って、まあ46かなとか話してる、そのいやお前46はちょっと守りに入りすぎだろみたいななんてそのお前もなんで46でええんだ。いやでもまあ2空いとるから。いやでもまあまあその5はなしとしたら一番近いのはもう46、まあ46だとしてもだいぶ縮まるじゃないですか、46だったら。だから46でもなんていうんですか、こっちなんていうんですか、その1級の部分は逆に棒が出てるというかね、うん、その寄せたところで棒は出てるんだよいろいろ考えて、最初気づかずいろいろ話してる、そうなんていうか、そのこめかみから寄せたところでね、その棒はまあ片方かイギスじゃけん。だからいいよ別に。いやだからそうで、言ってみりゃ1、3ぐらいに集めてもまあ4級は棒なわけですから、うんうん、その棒がどうなるかみたいな話になって、うん、そもそも国会議事堂にも入れないしみたいなこと言うなって、その棒が長いしね受かっとるからいや受かって、9議席取ったんだよ、受かってでも入れないからどうするかっていうことになって、まあ寄せて入ろうとしたけど結局棒があるから入れないってなって、じゃあお前専用のその棒の隙間みたいなのを作って、そのそこにこう棒うまいあの棒だけ炎のチャレンジャーのあの電流イライラ棒みたいに棒を入れてって、こう棒だけの隙間で行って、で顔はどの位置にあってもそんなことないか。そうそう、まあだから顔寄せて、まあ46にしといての棒なのか、うんうん、まあ1級だったらでもか、ね、難しいし、多分そうだったよね、難しいな、うん、だから46に寄せて端の両サイドはこううまくくぐってって、そのね棒に棒をくぐらせてイライラ棒的に入ってって、で9議席一応取ってるわけですから、その席には座んなきゃいけないというか、だから1級にしてあの立てて棒あの一個一個ね、うん、とはいえ体はこれは一つですからね、うん、顔が広がってるだけででもこれもう大変だしなみたいな、いいじゃんお前に9議席あんだよみたいなことになって、一人でな。いやだからそれじゃダメなんですけど、うん、議席ってそういうもんじゃないですからね、うん、でそもそもこんなのもうできないしみたいなことを確信ついたら、いやお前アメリカ行ったらアメリカの医療なめんなよみたいな、いかにもバカっぽいでしょアメリカすぐアメリカのこと言う僕らの幼稚園時ぐらいの発想というかね、うん、お前アメリカ行ったことねえだろと、いやいや僕アメリカ行ったことないし、アメリカだってお前そんなんできるんだからみたいな、うん、いやでも一人も見たことないしそんな人で、どうするか、それこそ、うん、なんかね
アメリカでそんなことができるなら棒ももうちょっと棒を短くすることもできんじゃないかって、あのいわゆるああいう三脚とかだって短くできんだから、あの棒もな、シフも使え、いやそれは今の技術じゃ無理だよみたいな、そっちはいけるんだ逆になんでだよっていう話になりつつ、うん、でどうするその真ん中の棒の部分みたいな、もう僕のイメージはそのセラミックとか鉄とかそういうものだと思ってるけど、うん、いやそれじゃお前入国というかそのねえこっち帰ってこれないぞみたいな、飛行機の検査多分無理だからこうやって木になるぞみたいな話になって、いや木はちょっとその雨の日とか湿ったら膨らむしな、いや膨らむし折れたら嫌でしょその1級の時に、1級の時に中で折れてこうバキッてなったらきついしみたいになって、しなるしな曲がるしな、そうそうそう、だったらお前その鉄みたいなのしたらもう飛行機は乗れないから、うん、その泳いで船で帰ってくるしか、その一級を利用してそれをオールみたいにしてこうやってな、そう要はね半々にして、というかそのまあそのもしできてバーッバーとなるよその 両サイドはね、使われなきゃいけない一回一回ね、そもそもただその太平洋を横断しなきゃいけないからまずそれがきついだろっていう話なんですけど、そっからねそれこそ裕福になってるけど何が裕福かみんなから白い目で見られるしみたいなって、うん、いいじゃんバーとかお前ってそのカウンター座ってみたいな、うん、カウンター座んなきゃいけないしね、でそれこそ寄せてたらそのうちハンガーラックみたいになって、うん、浮気とかかけられるわけでしょその、うん、多分46にしてたらこっちがね気づかずかけられたりとか、うん、19だったら間にかけられるし、かけられるな、絶対そういう利用方法になるでしょ、いろいろ考えて、いやそれもきついし、いや裕福ってそもそも何なんすかね、そのいよいよ聞いたらその、いやそれはお前自分で考えなきゃって言って、じゃあ今と変わんねえじゃねえかって、裕福にもなってね、結局っていう話を3時間半ずーっとそんななんていうの、芸人界の頂点の2人がいて、うん、こんなバカバカしい何の生産性もないマジで意味ない時間で、あの爆笑問題とクリームシチュー一番の無駄遣いで、そんなの意味が分かんないから全然なあ、でも伝わったな、伝わりましたかね、これちょっと分かるかな、その本当にくだらない、いろいろあったんですよ、僕も詳しく覚えてない、もうバカバカすぎて覚えてないとかあるけど、うん、こっちの断面がとかいろいろ言うんだよ、その、うん、なんかいえそんなことよりこうした方がいいじゃないですかって、そしたらお前歯がお前きれいになんねえだろうって、もともと歯をきれいにするための戻ったそうやつなんだからって、歯をきれいにするために広げてるだけなんだからとかね、すごい救急車、まあ、救急車も近づいてきましたけどね、いやまあだからそういうことってねあるから、その場では本当にもうずっとバカバカしい話でね大盛り上がりだったんですけど、まあなんか少しでもイメージがね伝わる、いやいやそれすごい伝わったよと思いますんでね、まあいや気持ち悪いし、そのなんだって話ですけど、なんでその議席取れることになったんだっていうね、うん、そもそもなんで選挙のになったの、そうそう、なんで選挙に出たんだろうな、そこがだからおそらく、あ、選挙の時期じゃん、時期でもあって、多分誰かがその当時あの選挙のポスターな看板とかあれがあるから、うん、あれを見てあそこまで人ってぶち抜けるんだよみたいなことになって、急に広がればね、うん、そしたら9議席ぐらいいけるっていう、だからその2から8やべえだろっていうことになるんですけどね、うん、まあまあちょっとその皆さんもこういうことあると思いますからね、なんかその場でだけ盛り上がったって、そうですね、あるでしょうね、悔しいんだよな、それをこう伝えられないというかね、あ、もうほんまに映像に撮ってね、どっかに映像に撮った撮ってみたいなやつもあるでしょ、そのこの空気感、いやそうじゃな、今回の話は割とまだ分かりやすいというか絵が浮かびやすい話だからいいけど、本当になんかもっとあるな、ただ空き缶が転がっただけを2時間ぐらい笑う時とか、まあ極端に言えばね、その場のなんかいろいろあってのこととかもありますからね、あるあるある、キャンプもそうじゃん、もん言うてみりゃ全部、まあ言ってみりゃね、まあお前はひどいけどな、それにしてもそのサンマ落ちただけなのにもう大笑いするもう何にも伝わんねえわそれに関してじゃ、なんだね、これあれはほんまあそこ行った時だけだけどな、そういうのありますから、うん、まあまあそれを伝えれるように技術を向上していくっていうのは、いやあれは無理じゃねみんなバグっとるもんこっちが悪いなとね、もう誰か頑張れよそのキャンプメンバーの誰か一人でも頑張ってくれ、誰もキャンプのエピソードしてると見たことないからな一回もそうなんだよな、うん、でもまあその場合楽しいっていうのは分かるけどね、なんでまあちょっとそういう僕がまあ今後なんかあってもねまた伝えられるようにね、ね、向上していきたいと思います、もし何にも絵が浮かばなかったら無駄な15分でしたけどね、いやいや浮かんだよ、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、ブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、教えてウエストランド、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです、行きましょう、ブチラジネームフリフリスカート、うん、ウエストランドの2人こんばんは、はいこんばんは、先日大学の書道の授業で、うん、カタカナ言葉の練習があったので、そんなあるんだ、ウエストランドと書いたら先生に白い目で見られました、なんでだよ、別に知らなかったとしても白い目で見る必要はねえだろう、まあね、うん、そこで冬休みの書き初めの宿題で書く言葉をお二人に提案していただきたいです、ぜひお願いします、
カタカナをやっぱ書くこともあんのか。やっぱちゃんと大学の書道の授業だから本当にちゃんとそれを専門にやられてる方なんでしょうね。だから前カタカナを書くんじゃん。そうそうそう、前この話はグチラジしたかな、ブチラジかな、あの僕とね、うん、エレキテルの橋本さんと猫にするの山源さんと、うん、あのシティホテルの亮太もいたかな、うん、あの吉祥寺のハーモニカ横丁っていう飲み屋街で飲んでたらもうベロベロにみんななって、うん、まあそのラッパーと僕が喧嘩し、僕と山源さんとラッパーみたいな人がね、ラッパーもどきが喧嘩したりとかする中、うん、隣にまあああいうとこ本当に立ち飲み屋でみんな仲良くなってるから、あそこね、ほんま喋るよな。そうそう、そこに書道をやってる人がいて、書道を教えてるみたいな人がいて、うんうん、失礼ながらその書いてもらって、僕もウエストランドでその時書いてもらって、ああああ、そうそう、そしたらその山源さんが俺もいつか一生懸命って書いてくださいって書いてもらってましたから、うん、まあでも今回カタカナだからな、カタカナかつウエストランド以外でしょ。なんかでもスは A ってなんか聞いたことあるな、そのなんか A 級の A がなんか漢字のなんか要素の全てが入ってるみたいな意味で、スがそういうなんてここを押さえればいいみたいな、バランス感みたいなのがすごいむずいみたいな、うん、じゃあなんかスが入った言葉とかの方がいいんですかね、うん、そんなの専門的な人の方が上がってるとは思いますけどね。なんでもいいんじゃない、なんかあります、ウエストランド素で映画も素だから嫌だろその怠け、だってその冬休みの宿題でこれですって素だけ、まあ逆に難しいんだろうけどな、一文字とかの方がね、うん、多分こういうもんはね、じゃあ素って書いてね提出してみてください、うん、白い目で見られるどころじゃない可能性ありますけど、そうですね、まあでもいい、ウエストランドいいですけどね、のバランスとか大事じゃで、ちょうどこう7文字ぐらいですから、でも白い目で見られるんなら、うん、違うのにするしかない、タイタンとかにするしかないですからね、あ映画タイタンとかウエストランドとか社長にすれ、いや別にカタカナでもねえし社長って太田光代社長ってこと、うん、けど社長あえて、いやだから分かんないし、バレるカタカナバレるって何なんだよまあでもこういう僕ら周りの言葉を書いてアバンテーブでいいじゃん、アバンテーブ、あー映画意味分かんないし、割とむずいそう、難しそうですね、アバンテーブと書いて提出してください、うん、誰も意味が分かんないんでね、ちっちゃい筆でな、いやなんでだよ、名前書く筆でなんでだよ、大変すぎるだろ、ふとしてだからもう書道じゃねえじゃねえかそしたらうちのガヤがすみませんの、あのフリップ書いてるんじゃねえだからあるな、伝わらんな、でもない、いやいや、まあ、いいよ分かってる、大変なんだよな、あのね、まあ別にあれに限らずですけど、芸人がフリップ書かなきゃいけない時ってましてやテレビだから、うん、太くしなきゃいけないけど、あのマーカーじゃ限界があるから太く塗っていかなきゃいけないんだよそうそうそう、あれが大変なんだよバランスむずいね、バランス難しい、いきましょう、まだあります、ブチラジネーム300円のリンゴ飴、うん、まあそんくらいかな、大体祭りだったらそんくらいするっしょ多分ね、イグジロー河本さんこんにちは、なんでイグジローって何かけたんだ急にボケんな、このコーナーのやつはボケんな、そらジロー、いやそう思うけどね、うん、でもその木原さん感がなさすぎて分かんねえんだよ、そのそうだよな、うん、僕は最近ウエストランドさんを知り、うん、ブチラジを聞くようになりました、お僕もソルジャーの仲間入りをしたいです、いやだからこれね言う人いるけど入ってるから、一度でも聞いたら強制的に、そうそう、聞いてなくても、うん、ウエストランド知ってた段階でもうソルジャーですからね、ソルジャーになるためには前科が必要らしいのですどっから覚えたってその情報違うわ、何かいい前科のつけ方はありますか、いやふざけんなお前やめとけマジで前科持ちだけで YouTube とポッドキャスト含めて何千人か聞いてくれてるわけですから前科持ち何千人も聞いてるラジオやべえだろそのそこは超えないんすよ、うん、刑務所でもそんなラジオねえわその一応ね、うん、それを超えないように、ただグータラしてたらなれますんでね、グータラしといてくださいね、 でも本当になんか最近またやっぱ増えて、まあ爆笑さんが言ってくれたねカーボーイのおかげもあったりとか、あなんか M1 とかいろいろ番組とか出してもらったりのとか、三四郎さんが言ってくれたりとかもあってか結構増えてる、新しく聞きましたみたいな、最近聞き始めてますとか人いるみたいなんでね、あそう、うん、どこで聞くんですかそれ、ツイッター、あ昨日もライブとかでその、うん、僕一人のライブでしたけど出待ちしてくれた方とかは、うん、M1 見て好きになって、そうまあぶち味その人は聞いてくれてるか分かんないけどいろいろ聞いてますみたいな人もいたし、やっぱシネマライブ見ててみたいな人も結構いるんで、そうかシネマライブ静岡でいつも見てますみたいな人も、そりゃそうだよな、嬉しかった、やっぱ僕らがしたらライブに出てるだけで全国の方にこうね、うん、知られてるっていうのはありがたいですから、シネマライブ経由で僕らをしてくれた人かなりいるんでね、そうだな、はい、これはありがたいことですから聞いてくださいね以上ですかね、どういう気持ちになったんだ急にいやいやシネマライブのありがたみをちょっと忘れかけとったなと、そうそう、だから直接言われて嬉しかったもんね、なんか当たり前になっとったな、当たり前じゃないもんなあれな、いやいいよそのいつ急にそんなこと思ってて、いやそうだよ本当に、うん、
ただ事務所ライブに我々が出させていただいてるだけで映画館でやってね何千人かの方が見てくれるなんて本当にありがたいことですけど、うん、気づくのは今じゃないし今気づいても後で噛み締める放送中に噛み締めんな、うん、いや急にわあそういえばと思ってでしかも噛み締め方無言やめてくれそうだよなとか言ってくれアルマジキ行こうアルマジキ行こうポッドキャストにアルマジキ行こう、うん、無言で噛み締めるのは、以上教えてウエストランドでした。続いては人間のくせ に、日々のネタミソネミガミを間ミツオっぽくして表現してもらうコーナーです。それいいですからね、行きましょう。うじらじネーム空中おお、こいつも久しぶりにちょっとうるせえからブロックしてやったんで。そう、またまたなんか言ったからブロックしてやった。また解除しすぎなきゃな。よミミズグチュグチュね、ちなみにまあそうですね、ミミズグチュグチュねって言ってミミズグチュグチュも何なんだって話ですからね、まずね、そもそもね、うん、カーボーイのね、ハガキ職人の人ね、よく訓練された豚はトリュフを見つけるのが得意、うん、よく訓練された人間は他人の不幸を見つけるのが得意。あー、なるほどね。訓練されてない人間ですけどね、逆に。そうですね、何も訓練されてない人間は他人の不幸を見つけるのが得意なんで、うん、もうすぐ見つけますからね、人の不幸とか。訓練された人間っていうのはもうドラゴンヘッドみたいになってますからね。だからそういうことではないと思うけど、まあ、もっと、ま、なんか普通の人ですからね。備蓄のあの乾パン食ったらあの変になって、もうなんか漫画とか映画の話しか出てこないじゃねえか、全部例えがそういうとこに生きとんだろうな。なんだそのカッコつけ方そういうとこに生きてるってなんだよ俺って。やっぱりそういうとこってなんだよ、現実逃避。ああまあね、確かに、うん、マジでお前が一番その漫画とかアニメとかとの区別ついてないというか、うん、例えツッコミみたいな全部漫画ですからね。だってそのしかもそれを説明せずに飛び越えていきますからね。だからダメだっつってんだよもう、うん、優しくないよな。そうです、その結局やっぱお客さんというか聞いてる人とか見てる人がどう思うかっていうのを一番欠如してるわけですからね、うん、そのよく舞台上に出てね漫才とかで眩しいみたいなのやるでしょ、うん、あんなお客さん眩しくないんだから誰も笑わないんだよ絶対に知らないんだ。眩しいんじゃんお前目開けるぐらい眩しいんだよ。いやそうでもLED の照明に変わったんかなんか知らないびっくりしたよ。でも普通にやっぱそこは普通に振る舞っとかないとうわーって言ってもお客さんの人はちょうどあ綺麗に見えるなとしか思ってないわけですからね。 あとこの間エンディングでな、うん、あのこう股の間にこうやって手出してピース、うんうんうんやって俺ずっとツルピカハゲマル君の真似しとったんだけどあれ全然思んないな。いやいや思んないっていうか誰も分かってねえよお前がそれツルピカ。あれなんで受けんのんだろうなと思ったけどな、よう考えたら股間の下からピース出して何がおもろいんだ。いや知らねえよそんなの。あとから家帰ってむちゃくちゃ恥ずかしくなってきてそんなのお前それだったらもう毎日恥ずかしくなんなきゃおかしいはずだからな本来は。なんであの時ツルピカハゲマル君のボケの時だけ恥ずかしくなったんだよ。いやだけどそこが多分伝わってなかったけこう手だけになってた。まあ確かにツルピカハゲマル君なんてお前一言も言ってなかったし、うん、その流れもあと関係なかった。誰かの告知中に急に出てきて、しかもそれまで の、うん、あの流れがそれこそねここで言っても伝わんないような流れがあった上にお前は全然関係なく、うん、あの集中力の欠如でそれを見てなかったのか。そう見てなかったねあれ一番前におったのに。おなじみのくだりを無視してやったからね、うん、いいよ反省する時間じゃねえんだよ天狗の面は左曲がり、うん、細胞の中だけで暮らしていけるミトコンドリアになりたいな。次に生まれ変わったら、いや、今すぐにでも。おー、斬新な発想だな。普通ミトコンドリアとか悪口的なね、言い方ですけど、もう逆になってやるっていうね。なりたい、うん、なんで細胞の中だけで暮らしてんだよ、そもそも。イブ、イブってあったよな、まあ、映画な。あー、あったっけ、そういうやつ、ミトコンドリアのやつ。あー、なんかあったかな。菅野美穂だったかな、あれ。ミトコンドリアのやつだったんですか、それが。うん、そうそうそう。へぇ。最初シャワー浴びる、裸の女。全然伝わんねえよもう何にも伝わんねえ二度とカルチャーを語んなお前は何にも伝わんないからもうちょっとエロいんだよ。もういいよだからエロいところだけ言うのやめてくれ行きましょう。ブチラジネームマハシ公園、うん、まぶたの裏に焼き付いている過去の栄光や楽しい思い出、よくよく見たら幼少時代の記録でネタ切れしてるみたいだな。おお、ね、これはわかるな、ね、これはそういうことね、うん、あの僕がよく言ってるそのミュージシャンのがモテない話もその昔のしか言わないっていうのの逆バージョンというか、うん、あのバンドを組んでる人たちはもうその後モテるからいつまでもモテない歌が中学生ぐらいの時みたいなね。あ、ずれてんすよね。もういいよそれはっていうね。逆にこれはだから過去の栄光が昔しかないっていう、大人になってから一気にダメになった。子供の時はそんな差ないですからね。大人だったらあの残酷なぐらい差出てきますから。そうなんだよなこれはまあわかりますね。大人って怖いもん。どういう感想なんだよ最終的に大人怖い。お前が一番怖いよ以上人間のくせにでした。続いては
ののしり先生、ののしり先生、ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。いきましょう。チラジネーム加藤チャリ。ふざけんなよ、もう腹立つな。こういう名前腹立つわ。普段洋楽を好んで聴いているのですが、カッコつけんな、どうせカッコつけだろ、好んでねえだろ本当は。邦楽が好きという人に対しつい見下してしまいます。一番ダセえやつじゃねえかよ。なんなんだよダセえな本当に、お前ダサいだけだよ、ただ単に。そんなの、そこを知ってこその海外のものもね楽しめるとかだけど、本当にお前海外の歌詞の意味とか分かってんのか、噛み締めてんのかちゃんと。雰囲気だけだろ、洋楽聴いてりゃかっこいいっていう雰囲気に酔いしれてるだけだろ。英字新聞持つのと一緒やな。いや、それ以下だよこいつら。なんてその英字新聞なんてまだちょっと読もうとする意欲とかあるし、結構リスキーだろその英字新聞持ってることなんて。結構いじられやすいから。あ、そうか。洋楽聴いてるくらいだったら助かるんだよ。なんかいいよ、かっこつけんな。お前まず邦楽全部聴け、全曲聴け、邦楽の全曲、全曲聴いてから言えよ。一番全で邦楽の全、邦楽の全曲、この世の全曲聴いてから洋楽行けよお前は。もちろん表面には出さず人それぞれだよねというスタンスで器の大きさを示しつつ心の中では冷笑しています。だバレてんだよそんなの。お前がその出してない感じが一番うざがられてるからな。はっきり言ってやろうか、お前嫌われてるぞ。絶対に、絶対嫌われてるよ。稀にガチの洋楽好きで歌詞の内容にまで増詞が深い厄介なタイプに遭遇します。だからやっぱりじゃねえか。そう言ってんじゃねえか。お前が浅いんだよ結局。そんな時は迷わず逃げ出し自尊心を保つことに全力を注いでしまいます。いやお前何なんだよ本当に。結局洋楽好きになっても逃げ出してんじゃねえか。どうかこんなしょうもない僕を罵ってください。今すぐ邦楽を全曲聴けよお前は。全部聴け。無理だし、血眼になって働いて iTunes で全部落とせ。全曲聴け。こいつは腹立つな。まだいるんだなこういうやつ。情けねえな本当によ。嫌な時代になったもんだな。ネット社会のせいでそういう海外のすぐ取り入れて上辺だけで語りやがってよ。上っ面でやんな本当に。そんな洋楽好きな海外に行きゃいいんだから。行ったこともねえんだよどうせ。絶対なんでもねえんだよ。どちらじネーム敏感ペットボトル。そんなもんねえ。そんなもんねえわ。河本さん、相口さん、こんにちは。いいよイニシャルすんな急に、わけわかんねえな。まず僕の名前からボケたすぎて僕の名前後ろに持ってきちゃってんじゃん。井口の部分でボケたいから後ろに、僕の方が絶対先に来なきゃおかしいはずなのにボケたいから後ろに持ってきちゃってね。その違和感拭いきれてねえんだよこいつ。 お前が後ろに来るというのがもうボケになっとんねな。ボケってか、そうダメなことですからね。その結構これきつく言いますか、単独ライブとかの時の映像でお前の方が先になったら結構厳しめに怒りますからね。井口から上にしてくれっていうのは。あいうえお順でもそうだし、そのなんていうの、ほんまに言うたもん。そうそう、実力的にそうなんだから。仕事を辞めてすぐのホヤホヤソルジャーです。だから仕事を辞めたからソルジャーってないんだよ。お前らのソルジャーの基準間違えてんだよ。聞いたらソルジャーなんだよ。仕事を辞めたから、犯罪をしたからソルジャーになったわけじゃないんだよ。でこいつら先日仕事中にイヤホンでブチラジを聞きながらマシュマロを食べていました。どういう情報なんだよ。いらない要素が多いんだよお前の文章は。そのマシュマロが床に落ちて拾おうとした際にイヤホンがブチッと抜け、ちょうどののしり先生の井口さんの声が怒号のように車内全体に流れ、素行不良との理由でクビになりました。なんなんだそれ、嘘つけ。そんなことなんねんだろ。素行不良はもっと別のとこなんだろうが。井口さん謝ってください。謝らねえよお前なんかね。いいじゃねえかよ仕事やめて。こっからだろお前、這い上がれこっから。仕事中にお前がブチラチ聞いてんのが悪いんだよ。聞くなよ仕事中にマシュマロ食べながら。あれですね、ワイヤレスな。いやいいよ、だから仕事中に聞くなこんなもの。こんなクソ放送何の身にもない。こんな放送聞いてるからお前の生産性が下がって仕事が進まねえんだろうが。絶対仕事中に聞くな。もう仕事できなくなるぞ。そりゃそうだ、こんなもん聞いとったら仕事できるわ。こんなの聞いたら終わりですからね。以上ののしり先生でした。さあ、エンディングです。告知いきましょうか。はい、爆笑問題 with タイタンシネマライブ。はい、先ほど言いましたけどね、12月8日金曜日19時半から。クリスマスではないです、12月8日の金曜日ですからね。19時半からあります。出演者がですね、8日ですからね。爆笑問題、日本エレキテル連合、ユリアリク、瞬間メタル、ウエストランド、脳みそ、猫に鈴、宮下岳、そしてゲストがブーム&プリンプリンさん。え？いや出るだろそれ。東京03さん、はい、新宿カーボーイさん、はい、他豪華ゲスト全13組出演予定となっております。チケット発売中ですんでね、これ全国映画館で見れますんでぜひお願いします。ね、札幌も増えたんですから。札幌もありますからね。増えたんですから。
でいいよもう無視しよう。うちらじゃ YouTube と Podcast で配信します。 YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。はい、全てのコーナーの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。お願いします。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。お願いします。 T シャツとかもなんかあんのかな。 T シャツ あとあるんか。まだあるんすかね。最近全然そのことにすら触れてないっていうか、そのどんだけ盛り上がろうがどんだけ面白いメールが来ようが誰もそれに触れないっていう。すぐ忘れるんだよなあれな。しあとなくなってあと1枚になったら急にケチくさいっていうね。ダシオシムダシオシムでね、ちょっとあそうか最近あとブチラジを聞き始めた方がね、うん、あの未公開の CD 売ってくれっていう人がいるんで、ちょっとあれもどこかで売りたいと思うんで、ね、あそうだ映画そうですね、うん、忘れてたしまだ在庫たくさんあるんで、そうそうそう、レアかなんかタイタンライブとかで売れたら売りたいと思いますんで ね、ちょっと考えていきたいと思います。ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週さよなら。ありがとうございました。毎週木曜夜8時はウエストランドのブチラジ、チャンネル登録お願いします。